これから R による優しい統計学第1章6節 R の使い方のコツの解説を配信いたします。では R を立ち上げてみましょうね。今これは Windows 10の画面になります。 R をインストールしてあってデスクトップに R のアイコンが、ショートカットのアイコンがありますので、これをダブルクリックして立ち上げておきます。で、皆さんはやる必要ないですけども、今このまま文字小さいので、こう編集メニュー GUI プリファレンスから文字のサイズを大きくしておきます。はい、これでいいですね。前回ですね、 C という関数でデータベクトルというものを作りました。数値の集まりを、まあ、実は数値だけじゃなくてもいいんですけども、こうデータ測定した結果の集まりをですね、一つこうにまとめるという、データのこうデータセットを作るという時に使われる C という関数ですね。データベクトルというものを作ってくれるんでしたね。で、それでテキストの26ページ表 1.1 にあるホークス選手データの身長のデータですね、10個の身長の値をまとめて C という関数でまとめて、それをサマリー関数に入力として与えてやるということを やったのでした。で、それでまあ前回も少しお話をしたんですけども、このデータですね、身長のデータを後々使うときに便利なように取っとくことはできないのかというと、まあ、それができるんですね。で、今回まずそれからやってみたいと思います。で、取っておくためには箱を用意するですね。他のプログラミング言語をやったことのある人なら想像がつくと思うんですけども、何らかのこの箱というのは変数なんですね。変数としてこう箱を用意しまして、その中にこのデータをしまっておくということをします。まずちょっと前回のようにこう C っていう関数でデータをまとめてみたいと思うんですけども、これはテキストの26ページの表 1.1 にあるデータですね。こう測定値をコンマで区切って並べていきます。こうでしたよね。で、これは前回はそのままサマリー関数に渡しまして、サマリー関数の入力としてこいつ渡してやると、まあ記述統計量ですね、まあ統計学の入門の講義で習う記述統計量というものがこのように計算されるというんでした。で、サマリー関数の中にこうごちゃっとこう C 関数をそのまま入れてあるんですけども、このせっかくのデータベクトルをですね、何かにこうしまっておくことができないのかというと、まあ、それをやろうっていうんですね。で、名前は何でもいいのでしまっておく箱の名前をつけてやります。例えば身長ですので、こう表 1.1 にあるハイトを使いまして、この変数の箱の名前をこう用意してやるんですね。で、そしてその中にこうしまっておくんですけども、しまっておくときにはこういう矢印を書きます。左向きの不等号とマイナスですねを使いまして、くっつけて書きまして、こう矢印を書いてやるんですね。で、そこにこうしまっておきたいものを C 関数でまとめて、データベクトルとしてまとめてですね、放り込んでやればいいんですね。で、今ちょっとこう書きかけましたけど、最初のマヨネーズを呼び出して頭のところだけ書くのが早いので、上向き矢印を一回押しまして、もう一回押しましょうかね。上向き矢印もう一回で、最初のこのデータベクトルを作った時の入力になりますね。で、コントロールキーを押しながら A のキーを押すと頭に動きますから、ここに、はいと、で、半角スペース開けて、矢印書いて、半角スペース開けると。まあ、こんな風にしてやるとですね、こう C っていう関数、コンバインの関数で、作ったデータベクトル、データの集まりを、ハイトという箱の中に取っておくことができます。で、このハイトというのは変数の名前でして、変数というのはこう、プログラミングではよく箱に例えられるんですね。ここでエンターキーを押しておきますと、これ何も起きないんですけども、ここでですね、変数の名前を叩いてやると、エンターキーを押すと、ちゃんとこの箱の中身というものを見せてくれるんですね。で、サマリー関数に渡すときには、先ほどのように C 何々って書かなくても、このハイトというものをそのまま渡してやると。そうすると、
ちゃんとですね、こう結果が返されてくるんですね。で、このように、まあ、他のプログラミング言語と同じなんですけども、R でもこうデータ、扱いたいデータっていうのは変数の中にしまっておいてですね、でその変数名でデータをやり取りするといったことを行います。それでテキストではですね、ハイトというアルファベットではなくて、日本語で身長という名前を使ってますね。身長という名前の変数に12分の値を入れてるんですけれども、ちょっと日本語を使うときには注意が必要ですね。まあ、いろいろこう、注意が書いてあるんですけど、例えば28ページの下に書いてあるように、こう、全角で入れてはいけない。まあ、例えばこう、関数の名前とかは半角英数で打つわけですけども、うっかり全角でのアルファベットを打ってしまう。ですね。全角のアルファベットっていうのももちろん、打つことはできますので、まあ、そういうことをやってしまうということが間違いが生じやすい。だからこれ人の好みにもよるんでしょうけども、私はこう R の環境で日本語を使うのは嫌で、使いません。基本的に使わずに、全部こうアルファベットで英語でやっています。ですが、まあ、分かりやすさのためには日本語を使いたいという人もいるでしょうし、実際日本語を使えるようになってますから、まあ、使ってもいいんですね。ただちょっと今言った注意の他にもう一つ注意がありまして、でそれはですね、表示のこのカーソルの位置がですね、こうデフォルトではうまくこう表示されないんですね。身長っていう日本語で入力しますよね。身長ってやってここはいいんですけど、ここで半角に切り替えてこうスペース入れてこう打ったはずなんですが、なんかこう変なところにカーソルが行きますよね。これ一つマイナスを消したつもりが、なんか矢印の部分が消えちゃったように見えたりとかですね。あれ?となんか変なところにこうカーソルが出てくるんですよ。身長を打ちまして、本当だったら半角スペースを開けて矢印打つ場合打つんですけども、こうカーソルの位置がですね、ちょっとおかしいところにこう出るんですね。で、これを防ぐためにはどうしたらいいかというと、これ簡単でして、フォントを変えてください。どうしても日本語を使いたい。で、そしてこう、プロンプトの右側に日本語を打つっていうことをよくやるっていう人はですね、編集メニューですね、この編集メニューの GUI プリファレンスで、このように、まあ、ずれないフォントを選んでやればいいんですね。で、例えばですけども、MS ゴシックですね、まあ、よく使われるフォントですね、MS ゴシックにしてやると、まあ、これで OK ボタンを押しますね。でこうすると、例えば、日本語で身長と打って、でその後半角に切り替えても、カーソルの位置、何の問題もなく、こう、きちんと、どこにあるかっていうのがずれませんよね。ですので、こう、日本語を使いたい人ですね、は、フォントをですね、こう、編集メニューの GUI やプリファレンスから、こうずれないような、まあ、等幅のフォントなんですけれども、この表示がずれないフォントっていうのがいくつかありますので、まあ、例えば MS ゴシックに変えて、日本語を使うようにしてくれるといいかと思います。で私はもうこれで使わないので、フォントを戻しておきますね。はい。さあ、それで、今度ですね、もともとこう、テキストにあったこの、ホークスの選手データっていうのは、身長の他にもう一つ、サラリーとして、年俸ですね、推定年俸、何万円っていう単位の推定年俸が出てるんですね。で、それも一緒のデータとして、取っておきたいと。まあ、何かのこう、変数を用意して取っておきたいというんですが、今度データが2変数ありますね。ハイトとサラリーという、身長とサラリーのデータ、年俸のデータがありますので、こういう時どうするかっていうと、まあ一つの手はテキストの29ページにあるように、行列を使う。ね。行列の形で、取っておくというものです。で、まさにこう、テキストの26ページにある表 1.1 のような形でデータをしまっておくということができます。行列というのは数値、まあ、実は数値だけじゃないんですけども、数値を縦横に並べたものですね。表 1.1 のように、身長のデータを1列目に、で、その右側の2列目に年俸のデータをっていうふうに並べて取っておくことができます。
で、それにはこうマトリックスっていう関数、29ページのマトリックスという関数を使うんですけれども、これマトリック関数の動作というのをちょっと調べるために少し違った例をやっておきたいと思うんですね。マトリックスという関数を使うんですけども、データベクトルをこう作ってやってですね、それを1、2、3、4、5、6っていうデータベクトルを作ってください。マトリックスとしてこう C、1、2、3、4、5、6というふうに入れてやるんですね。で、それで、行列の行の数と列の数、何行何列にするかということを指定してやります。で、そのやり方は、このマトリックスのが、この最初の引数が C 関数で与えたこうデータですね。何らかのデータが当たりまして、で、コンマを一つ打ちまして、で、ちょっとスペース一個開けさせてくださいね。で、これスペース開けなくても結構です。N ロー、で、ナンバーオブロー、で、行の数を指定します。で、例えば、ここで2にしますね。で、2行3列にしてみましょう。6個あるので、2行3列。で、列の数は N コルです。N コル。カラムですね。ナンバーオブカラム。で、これでイコール2行3列というように指定を入れてやりますと、1、2、3、4、5、6っていうのがどんな数の並びになるかを見てください。こんな風に並ぶんですね。1、2っていうのがまず左側の1列目に並びまして、その次が3、4っていうのが2列目。で、5、6が3列目にこう並ぶという、こういう形になります。今、行とか列と言ってますけども、行っていうのは横方向です。行っていうのは横方向。列っていうのは縦方向になります。で、一つ前のやつを呼び出して、これ3行2列に書き換えますと、このようになりますね。はい、マトリックスという関数がどのように動作するかが、まあ、これで分かったかと思います。で、これを使って表 1.1 のデータを、こう行列の形で取っておいて、で、それを何か、やはり先ほどのデータベクトルをですね、身長という変数に箱に入れたように、やはりここも箱を入れてですね、用意して、そこの中に入れておこうと。で、箱の名前をホークスっていうふうになってますね、29ページ。で、これもまあ、漢字を使ってもいいんですけども、日本語を使ってもいいんですけども、今ここでは、英語だけでやっておきますね。それでマトリックスという関数を使うんですけれども、C 関数で、全てのデータをこう並べていきますね。まず身長の部分ですけども、身長を10個分並べます。まあ、ちょっと大変なんですけども、まあ、最初ですからですね、慣れる身もあってやってみてください。身長入れ終わりましたね。で、これでですね、ちょっと最後の括弧2つ分消させてもらうんですけれども、途中改行することができます。ただ、こう、全部、こう、カッコカッコの対応が完全に取れちゃってるとですね、これで全部、こう、入力が終わったとみなされて、あれおかしいですよと、最後にコンマがありますけど、1個足りないんじゃないですかっていうのはエラーが返ってくるんで、ちょっと最後のカッコ2つ消してですね、こう、明らかに途中だというところでエンターキーを押してみましょう。で、そうすると、プラス印っていうのが現れてですね、その続きを入力できるようになるんですね。で、ここで、年俸、サラリーのデータを入れていきたいと思います。これ何万円っていう単位ですから、1億7000万っていう年俸なんですね。で、次の人は1億4000万ですね。で、9000万。これ5億ですかね。
はい、これでシーカンスでの数値を並べ終わりましたね。で、この後に、一つコンマまた打ちまして、これでシーカンスによるこうデータベクトルの並びが終わったわけです。これ第1の引数ですね。関数、マトリックス関数に与える第1の引数が終わったので、第2引数に行くために、コンマを1個打ちます。で、今ここでエンターを押すとまた開業されますので、で、今度ここでですね、テキストは10と2しか入ってませんが、これは何かというと、マトリックス関数っていうのは、こうデータに続けてですね、2番目に来る数っていうのを、行の数だというように解釈して、その次に来る3番目に数だけ与えたものは、これ列の数だというふうに自動的に解釈してくれるんですね。ですが、まあちょっとこれはわかりにくいので、名前付きの引数をずっと使おうと。少し前の講義配信でも言いましたように、ここはですね、ちょっと nrow イコールというふうに、イメージ的に、これが何を意味しているかを入れておきます。nrow がですね、ナンバーオブロー、行の数が10です、10ですと。で、n コール、ナンバーオブカラム、列の数が2ですというように、イメージ的に入れてやることにします。これで、括弧を、マトリックスの括弧をここで全部閉じまして、これでできているはずなんですね。で、今度エンターを押してやりますと、これ何事もなく、エラーなく返ってこれば、きちんとこの行列がですね、ホークスの中にしまわれています。で、ホークスというふうに打ってみますね。で、そうすると、テキストの29ページの出力にあるように、きちんと表 1.1 のようなデータがですね、ホークスという変数に、箱の中にしまわれているということがわかるかと思います。で、このように行列の形になっているものっていうのは自由自在にいろんなことができるんですけども、まあ、今回は、あまり深入りしないで、まあ、このようなことがデータとして与えることができますよということを、見ておきたいと思います。で、ただ、このまま終わっては、これからこのデータを使うんじゃなかったのかというので、少しだけちょっとやってみたいと思うんですね。今、この表示のところにですね、1行目は1って書いてあって、コンマであって、四角括弧で閉じるとなってますね。どうもこれが1行目を表しているようですね。で、2行目のところは2コンマになってて、右側が空で、そのままこう四角括弧になってますね。で、1列目のところは、コンマの左側に何も書いてなくて、右側に1って書いてますね。これがどうやら1列目の意味で、2列目のところは、コンマの左側には何もなくて、右側に2って書いてある。これがどうも2列目の意味らしいということがわかりますね。で、実はその通りでして、この、例えば1列目のデータだけを使って、先ほどの、これまでも、前回の講義で習ったサマリー関数をちょっと使ってみたいんですけども、こう、サマリーの、括弧の中にですね、このホークスのデータの1行目、1列目を使ってくださいという指定を書くことができるんですね。まあ、これちょっとまだ今の段階ではよくわからなくて構いません。こういうことができるということだけです。こう1と、こんな風に書くんですね。ホークスっていうデータセットの、この変数の中の1列目を使ってくださいという、こういう意味になります。で、そうすると、これは、まあ何回か前からやってきたんですけれども、身長のデータの要約ですよね。で、実際身長のデータはハイトというこの変数の中に取ってあるんですけども、これ同じですよね。というふうに行列の形で作られた、行列の形になっているデータというのは、その中から任意の場所を取り出して使うということが もちろんきちんとできます。さあ、ただ、今ですね、直接こう、R でデータを入力してですね、で、それをこう、変数の中に入れて使ってるんですけど、これなかなかちょっと辛いんですね。皆さんもちょっとやってみて、なんかこんなことをいちいちやんなきゃいけないのはなんか辛いなと思ったかもしれません。で、同じデータの入力なんですけれども、やっぱりこう使いやすいのはですね、Excel のような表計算のソフトウェアでデータを作っておいて、で、それを R から読み込んで使うといった方がはるかにやりやすいですね。で、ちょっとそのやり方をやっておきたいと思います。
皆さんの PC には何かこう Excel が入って、Excel が保存されて、Excel がインストールされてるでしょうかね。まあ、なくても別に構わないんですけれども、まあ、今ここでは多分多くの人は Excel がインストールされてる環境だと思いますので、Excel を使ってですね、今のデータを作ってみようと思うんですね。この場合は、私の環境にあるのはこの Excel の2016ですけれども、の Excel でですね、1行目がハイトでしたね。で、2行目のところが給料でサラリーでしたね。っていうふうにしまして、で、ここにですね、表計算のこのワークシートでデータを入れてやるということをして、こうやって別にデータのファイルを作っておくことにします。Excel 入ってる人はちょっと皆さんもですね、こうやってみて、ください。こうですね、これ身長データを入れて、年俸のデータを入れていきます。これで間違いないですかね。ちょっと確認しますね。大丈夫そうですね。で、Excel でこのように入力しましたら、保存するんですけども、普通に保存すると、Excel の場合には、XSLX といった拡張子がつきますね。で、そうではなくて、保存をするときにですね、今こう、多分デフォルトでは Excel Book っていうファイルの書類になってるんですが、そうではなくて、CSV ファイルで保存してください。カンマ区切りの CSV ってやつで保存してほしいですね。カンマ区切り CSV っていうやつに変えて、で、ファイル名を、例えば今の場合は、ホークスにしましょうかね。ホークス CSV と。いうような名前にして、カンマ区切り CSV、CSV、カンマ区切りというやつで保存をしてやります。保存場所はどこでも結構ですけれども、私の場合、こう、ドキュメントの下に R というフォルダが作ってあって、その下に、青山学院の社会情報、社会統計演習っていう授業でのファイルを入れておくための STAT2E というフォルダを作ってあるので、まあ、そこに保存しますね。皆さんは、まあ、例えばドキュメントの下とかに保存してみてください。この形式でブック保存しますかって言うのはもちろんはいで結構ですので。で、これ CSV ファイルというものになっています。で、これ閉じますね。保存しますかと、CSV ファイルを消そうとすると、閉じようとするとこう聞いてくるんですが、もう保存されてますので保存しないで結構です。いや、そして今のCSV ファイルというやつでして、で、これはただの正体はテキストファイルなんですね。ちょっと見にくいかもしれませんが、まあ、こんな風にですね、コンマで区切って、こうデータが並べであるだけの、こういったファイルになります。だからもし Excel がインストールされてなければ、多分こう、エディターは何らかのこう文字を打てるものあるでしょうから、まあ、これでですね、CSV という拡張子で保存してやれば、こんなファイルを作って、データをコンマでこう区切ってですね、こう1行目が終わったら開業すると。で、また173.17000というのをコンマで区切って、それ開業するというのをこう作ってやればいいです。はい。で、これをですね、R から読み込んで使うということをやってみたいんですけれども、読み込むためにはですね、何をするかっていうと、一つここでちょっと重要な、
話があります。R はですね、ここからこうデータを読み込むときに、read.csv という関数を使います。30ページにある関数なんですけども、これ、read.csv の後にですね、ファイル名を書いてますね。どんな読み方をしたいかというとですね、read.csv として、ここにこうファイル名を書くというやり方で読み込みたいんですよ。こんな風にしてですね、読み込んでみたいですね。ですが、このファイル名を指定してやってやると、こう自動的に読み込んでくれるかっていうと、ちょっとこう工夫が必要なんですね。普通にやるとですね、こう見つかります、見つこう、まあ、こう開くことができませんっていうんですけども、ノーサッチファイル、ファイルはディレクトリーと書いてあるように、まあ、見つからないっていうんですね、ないよ、そんなものっていうんですが、実はこう、R はですね、お仕事場所があるんですよ。Windows の場合には、Windows のこう、ファイルのですね、ディレクトリーの構造がありますよね。フォルダー構造がありまして、そのうちのどこかで実はお仕事をしてるんですね。で、それを知るための関数がやっぱりありまして、getwd、これワーキングディレクトリー、お仕事をしてるディレクトリーってことなんですけども、作業ディレクトリー、getWorkingDirectory っていう関数を使ってね、やると、今お仕事をしているのは、ユーザーの下の、アツシの下のドキュメンツのところですよ。これまあ、Windows のいわゆるドキュメントというフォルダーなんですね。そこでお仕事をしてますと。だからドキュメントのこのフォルダーに入っているものは実は見つけてくれるんですけど、その他にあるやつは単にファイル名を打つだけでは見つけてくれません。もちろんどこにっていうのをですね、ここの表示に出てるように C ドライブの中のとかいうのをいちいち書いてやればいいんですけども、それちょっとめんどくさいので、お仕事場所を移しておきます。もし皆さんが hawks.csv を今のこの getwd で表示されるディレクトリの中に、フォルダの中に入れているんであれば、それは必要ありません。私の場合違うところに入れているので変えますね。そのやり方をやっておきます。テキストは30ページのところに小さな文字で書いてありますね。ファイルメニューからですね、ディレクトリの変更ってやつを選びます。ファイルメニューからディレクトリの変更ってやつで、今の私のデータはドキュメントの下のですね、R の下の、さらに stat2e の下に入れてあるんですよ。で、stat2e というその入ってるフォルダを選んで、OK っていうのを押してやる。で、そうすると、もう一回 getwd、getWorkingDirectory を実行してやると、このように、お仕事場所が変わってます。で、今度はですね、read.csv というファイルで、この中にあるはずの、hawks.csv ってやつを読んでやると、このようにちゃんと読み込むことができるんですね。で、この読み込んだ結果っていうのは、やはり変数で名前をつけて取っておくことができます。先ほど、hawks っていう箱はもう使ってるので、まあ、hawks2 っていう名前をつけましょうかね。こんな風にして、hawks2 という箱を作り、その中に、read.csv で hawks.csv を読んできて、でこの read.csv という関数は、csv の中身を読み取ってくれる。そういった関数ですね。これを読んできてですね、その結果を hawks2 の中に入れてくれということです。でこうしてやって、やると、今度は hawks2 の中に、ちゃんとこうデータが入っているという状態になるわけですね。で、このようにして、CSV ファイルでデータを用意して、で、それを使って分析をするということが、まあ、R での分データ分析の一般的なやり方です。で、皆さんが実際に自分のデータの分析の時に R を使う時には、データファイルはですね、Excel などで作って、で、ただの、まあ、Excel 使った場合には、Excel の通常のファイル形式ではなくて、CSV ファイルでデータを取っておくと。で、そうしておいて、read.csv 関数で読み取って、そのファイルを読み込んで使うといったやり方をします。で、これまた後で、第2章以降やっていくので、今ちょっと見るだけで結構なんですけども、例えばこの身長というデータについての要約の統計量が欲しいというときには、hawks2 というデータの中の、これドルマークを使うんですけど、
はいと身長データについてサマリーを出してくださいというように使うことができるんですね。まあ、これは第2章以降でまたやっていきます。はい、では、少しずつちょっと長くなってきたので、一度ここで配信を終わりまして、これがテキストの 1.6R の使い方のコツというところですね。で、もう少し残ってますね。1.6 節はもう少し残ってまして、31ページから関数を作ってみようというのと、パッケージをインストールしてみようというのが残ってるんですが、それについてはまた別の配信で行うことにします。では、R を終了させますね。クイット Q カッコカッコで終わります。作業スペースは保存しなくて結構です。